こんにちは、タネチャンネルです。昨今ではオブジェクト思考はオワコンだとか言われ始めていますが、まだまだ現役バリバリの技術だと思います。確かにオブジェクト思考は使い方を間違えるとメンテナンス性の悪いプログラムになってしまいます。どのように使うと効果的なのか、そういったお話をしたいと思います。コンピュータ言語学習はよく英語学習になぞられます。いくら英単語を覚えて文法を覚えても、それだけでは相手に感情を伝えたりするのは難しいです。英語の使い方、フレーズを知らないといけないからです。コンピュータ言語も文法を覚えただけではプログラミングはできるようになりません。プログラミングのためのフレーズを知る必要があります。そのフレーズのことを手続き型プログラミングではアルゴリズムと言います。オブジェクト思考型プログラミングでも効果的な組み方をまとめられたものがあり、それをデザインパターンと言います。デザインパターンにもよく活用されるものから使用するのが難しいものまでいろいろあります。今日はその中でも有用性が高いと思われるストラテジーパターンというものを紹介いたします。なお、デザインパターンというのは組み方の概念であり言語によりませんので、今回は Python を使ってコードを書きます。あなたはゲームプログラマーです。モンスターを収集して動く図鑑のように閲覧できるゲームを作ろうと思いました。モンスターにはいろいろな種類がいますので、あなたは親クラスとなるモンスタークラスを作り、それを継承してたくさんのモンスターを作ろうと考えました。スライムとゴブリンを作りましたが、親クラスを継承しているのでディスプレイメソッドを書くだけで簡単にモンスターが作れてしまいます。27行目から下はメインプログラムになります。各モンスターのインスタンスを配列に追加してループで回してディスプレイ、ワーク、ウォークのメソッドを発行しています。ディスプレイはポリモーフィズムにより、スライム、ゴブリン、それぞれの挙動を反映してくれるはずです。実行結果はこうです。ゲームは好評でした。ですがすぐにクレームが入りました。スライムが歩くのは不自然だ、スライムは飛び跳ねるでしょうと、そこですぐに対処することにしました。オブジェクト思考にはオーバーライドという親クラスのメソッドを子クラスで書き換える機能があるので、それを使えば修正は簡単です。見事に対応できました。するとお客さんから要望が入ります。もっとモンスターを増やしてほしい、ドラゴンが欲しいと。さて困りました。ドラゴンはガオーと吠えるし、歩くのも良いとして、さらに追加で空を飛びます。今後も空を飛ぶモンスターは考えられますし、仕方がないので親クラスにフライメソッドを追加することで対処することにしました。まずは親クラスであるモンスタークラスの修正です。14行目にフライメソッドを追加しました。飛ばないモンスターの方が多いので、デフォルトでは何もしないように作りました。続いてドラゴンクラスを作ります。フライメソッドとディスプレイメソッドをオーバーライドします。メインプログラムの修正ではドラゴンインスタンスを配列に追加します。そして各モンスターのフライメソッドを呼ぶようにします。いい感じで動きました。お客さんはさらにペガサスが欲しいと要求してきます。ペガサスは喋るし飛びます。さらに今後他のモンスターも増えることを考えると、今までのようにオーバーライドで対応していくととても大変だと感じました。継承による設計が破綻した瞬間です。根本的に異なる別のアプローチが必要です。ではプログラムの構造を見直します。コツは変動要素を別クラスとしてくくり出すということです。これにはインターフェースを使います。 Python にはインターフェースの文法がないので、抽象クラスでインターフェースと同じ仕組みを作ります。ここでの変動要素は吠える、歩く、飛ぶといった振る舞いです。振る舞いをインターフェースとして定義しましょう。まず口から発する動作の振る舞いを定義したインターフェース、スピークビヘイビアを作ります。
中身は抽象メソッドのスピークがあるだけです。そしてスピークビヘイビアークラスを実装した具象クラスを作ります。ガオーと吠えるスピークバーククラス、こんにちはと喋るスピークトーククラスを定義しました。続いて空を飛ぶ振る舞いのインターフェース、フライビヘイビアーを定義します。そしてそれを実装して空を飛ぶクラス、フライトースカイと飛ばないクラス、フライノーウェイを定義します。歩く動作についても同様にウォークビヘイビアーインターフェースを作り、それを実装させてウォークノーマルクラス、ウォークジャンククラスを作ります。モンスターの親クラス、モンスターを作りましょう。コンストラクタでスピークビヘイビアー、フライビヘイビアー、ウォークビヘイビアーの各オブジェクトを引数で受け取るようにします。そしてアトリビュートとして保持します。メソッドとしてスピークアクションというのを定義します。その中でセルフ、スピークビヘイビアーのスピークメソッドをコールするようにします。コンストラクタで設定されたスピークビヘイビアーのオブジェクトがスピークバークならガオーと吠え、スピークトークならこんにちはと喋るようになります。フライアクションメソッド、ウォークアクションメソッドも同様に実装します。各モンスタークラスの実装です。スライムクラスから見ていきます。コンストラクタの中でスピークビヘイビアーはスピークバークオブジェクトを設定し、フライビヘイビアーはフライノーウェイオブジェクトを設定します。そしてウォークビヘイビアーはウォークジャンプオブジェクトを設定します。このようにアトリビュートに具体的な振る舞いのオブジェクトを設定するだけでスライムの固有の振る舞いが定義できるようになるのです。ゴブリン、ドラゴンはそれぞれこのような実装になります。そしてペガサスはこのような実装になります。メインプログラムではループの中で各アクションメソッドを呼ぶように変更しています。この構造であればジェットエンジンで空を飛ぶメカドラゴンを追加するのも簡単です。フライビヘイビアーインターフェースを実装したフライウィズジェットクラスを追加し、メカドラゴンクラスを追加します。あとはメイン処理のモンスターリストにメカドラゴンオブジェクトを追加するだけです。メカドラゴンの追加にはクラスの追加だけでクラス構造に一切の修正が入らなかったことに注目してください。このように振る舞いをインターフェースで定義して必要に応じて付け替えるオブジェクト指向設計のことをデザインパターンの中のストラテジーパターンと言います。最初に継承で作ったプログラムはモンスターが追加のたびにクラス構造に改定が入りましたが、ストラテジーパターンを使った構造ではクラス追加だけでいくらでもモンスターが作れてしまうのです。構造の特徴として振る舞いを継承ではなくインターフェースで切り出してそれをアトリビュートに実装するやり方でやったということです。私は今実装という表現を使いましたが、これをコンポジションとか合成とかいう人もいます。オブジェクト指向の設計では継承よりも実装、すなわちコンポジションの方が良い設計と言われています。今日はオブジェクト指向の書き方としてストラテジーパターンという構造について解説しました。ご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。